人、物、金をテキサスへ、CCIM のルークです。今日はアメリカで約40年ぶりに新しい祝日が制定された話をさせていただきます。6月19日、これを奴隷解放記念日とする、英語でジューンティンスというんですけどもね、6月19日、ジューンナインティンス、これを縮めて、ジューンティンスと、呼んでますけども、テキサス州では1980年にすでに州の記念日と、なっておりまして、他の州でもですね、サウスダコタ州を除いては、大概、何か記念の日ということで、祝われては、いました。それをですね、バイデン大統領は1983年のマーティン・ルーサー・キング牧師の日が制定されて以来、38年ぶりに新しい祝日として制定したんですね。キング牧師は、アメリカの黒人の権利を守るために活躍された方ですけども、バイデン大統領は、大統領になってまだ数ヶ月しか経っていないが、私としてこれは大統領としての最大の栄誉の一つとして語り継がれることになると思うと署名前に述べています。そもそもこれ何の日かというかですね、アメリカで南北戦争が1861年に起こって、北部の州、北軍対南部の州、南部連合、これが戦闘してですね、1865年の4月9日に終戦を迎えたということ で、終戦後に南部の各州は次々と奴隷を解放していったんですけども、テキサスが一番最後まで、残ってですね、でテキサスの、ガルベストンでですね、アフリカ系アメリカ人がもう自由の身になったと告げられたことを祝っての日なんです。当時北軍のゴードン・グレンジャー将軍が奴隷解放宣言をテキサスで発行すると宣言した日なんですね。で、リンカーン、元大統領が1863年に奴隷解放宣言というのを出していまして、それから2年半以上経ってからのことです。今回の、この制定の裏には、ミネソタ州で起きたですね、ジョージ・フロイド氏が、白人警官に、殺された事件とかですね、ケンタッキー州でもブリオナ・テイラーが、同じようなことで、亡くなったということで、アメリカの中で、ブラック・ライブズ・マター、黒人の命を大切にしようという運動がこう盛り上がっているところで、こういった人種差別の解消に向けた機運を高めるという狙いがあったといえます。6月16日までに、アメリカの議会、下院上院で可決されて、17日にバイデンが署名して、この法律を成立させました。で、下院では、賛成415、反対14ということで、反対に回った14人は、全て共和党出身の議員なんですけども、モンタナ州選出の議員は、これは、アイデンティティポリティクスであると批判しました。要は特定の、黒人だけのためのですね、制度であるということですね。ケンタッキー州選出の議員は、これは混乱を招いて、人種的な、アイデンティティ次第では、すでにある7月4日の独立記念日と合わせてですね、この6月19日、どちらかを選ぶように仕向けることになるなどと言って反対しました。上院では全員一致で可決されました。17日署名の時にはですね、
あのハリス副大統領、まあ、黒人の血が入ってますけども、まあ、彼女も出席して、バイデン大統領は偉大な国々はその国の最も痛ましい瞬間を無視しない、過去を消さず受け入れる、受け入れるんだってことをですね、まあ、宣言して、まあ、人種差別と戦う姿勢を示しました。まあ、この日は、まあ、すでにいろんな州でも、まあ、州の祝日になっていたんですけども、まあ、パレードが行われたり、まあ、あとあの家族で集まってですね、まあ、食事をしたいと。その食事の時の名物料理っていうのが、マーカスカービーサラダって言ってですね、アンツとかさや豆、あとはまあ 黒豆ですね、そういったものをこう入れたサラダなんですけども、まあ、これを食べる習慣があったりします。まあ、あとは、まあ、テキサスなんかでは、ロデオをやったりとかですね、まあ、あといろんな、コンテストや、コンサートが行われたり、まあ、ピクニックとかですね、まあ、あとは、まあ、教会に集まって礼拝をしたり、まあ、そういった言われ方がされています。まあ、いずれにしてもですね、約40年ぶりに、まあ、アメリカで、まあ、新しい祝日が、誕生したと。まあ、その裏には、まあ、民主党がですね、まあ、黒人の票をもっと集めようという、まあ、裏があるんですけども、そういった話をさせていただきました。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。